僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど海は広いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って、僕の泳ぎを眺めていたよ。楽しいことばかり、ナンパ船が僕の住みかさ。ドキドキサメにいじめられるけど、そんな時はそうさ、逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ、目玉もくるくる回っちゃう。たまにはエビでも食わなけりゃ、塩水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の影から食いつけば、それは小さな釣り針だった。どんなにどんなにもがいても、針が喉から取れないよ。浜辺で知らぬおじさんが僕を釣り上げ、びっくりしてた。やっぱり僕はたい焼きさ、少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで、僕をうまそうに食べたのさ。